皆さんこんにちは、村田雄平です。はい、今回はアンディさんとのコラボ動画の最後、まとめになりますね。今ご覧いただいている動画はアンディさんがライカ SL2S で撮った動画をつないでもらって素材としていただいているので、そちらを見ていただきながら、最後に私が今回のフォト&ビデオで M10 モノクロームで撮影したスナップ写真を載せていければいいかなと思っております。ここは国際フォーラムですね。アンディさんが大好きなこの建築物、だいぶ興奮していろいろと撮っておりました。いつ行ってもすごいいいロケーションで、ちょっと入れないところもあったんですけれども、よくポートレートだったりとか撮影に使っている方もちらほら見かけたりします。これはオープニングですね、作ってもらった時に撮ってもらっていた様子です。これスーパースローですかね。で、私がですね、アンディさんのことを逆に撮っている様子ですね。これ Q2 でアンディさんのアイコンを撮っている様子ですね。そこから銀座に行って、ソフィーストアへ行って、フォト&ビデオ録をしていったみたいな感じですね。これを撮っている時にアンディさんめちゃめちゃ面白かったです。個人的には一番好きでした。パチンコ屋さんのマスコットですかね。ずっと撮ってました。それではですね、私が今回のアンディさんとのコラボで撮った写真をいくつか最後にご覧いただければと思います。それではどうぞ。